皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ第355回、よろしくお願いします。はい、今回は、明治安田生命 J1 リーグ第13節、名古屋グランパス対セレッソ大阪の展望について話していきたいと思います。試合は5月8日15時、トヨタスタジアムで行われます。 で対戦相手セレッソ大阪なんですがここまでリーグ戦13試合を消化して6勝4敗3分けというところですねまあ決して悪い数字ではないとは思うんですけれどもセレッソとしてはもう少し、あのー、勝ちを先行させたいなというところなのかなというふうには思いますでリーグ戦直近5試合でいうと1勝2敗2分けと まあここ最近5試合で言うと負けが先行してしまっていると、まあ、セレッソ当然ねリーグ戦タイトルあの目指してると思うので、まああのー、当然勝ち点3を積んでいきたいというところなので明日アウェーとはいえ勝ち点3が欲しい試合なんだと思いますでセレッソ大阪基本フォーメーションは4 4 2だと思いますで攻守の、ね、バランスのとれたサッカーをする印象ですね まあただ、昨シーズンから、ね、監督が変わっているので、このあたり、ね、どのような変化があるのかというところはあります。で、セレッソ大阪、ここ最近で言うと、助っ人外国人ですね、外国籍選手が続々とあのチームに合流し、試合に出始めていると。センターバック、ダンクレイ選手、チアゴ選手、フォワード、アダム・タガート選手がしっかりと出場し始めていると。 いうところでこの辺りはねあのー、センターラインセンターバックとフォワードにあのー、助っ人外国人がしっかりあのー、出場できるようになってきたというところはプラス材料なのかなとここからねさらにあのー、本領発揮してあのー、チームとしても成績を残していきたいなというところなんだと思います。 でセンターバックの、ね、ブラジル人コンビ、まあ、ダンクレー選手はねビッセルでの出場経験というか、ね、経験が十分ありますから、J の適応というところは全く問題ないでしょうし、2、あのー、人とも長身ですね、ダンクレー選手187センチ、チアゴ選手191センチというところで、非常に高さのある両センターバックが中央に構えると。 でまあ、守備の硬さはもちろんというところだと思いますけれどもセットプレーの時にはねグランパスから見るとかなり脅威大きなターゲットになるんじゃないのかなというふうには思いますでアダム・タカート選手、まあ、ハイライトぐらいでしかプレー見たことないんですけれども基本的にはペナルティエリア内で仕事をするストライカータイプもテントリアといったようなイメージのフォワードなんでしょうか。で セレッソのメンバーを見ると、両サイドにね清武選手だったり、坂本選手といったね、あのー、非常に能力、まあ、クロスもできるし、あのドリブルからパスもできるといったような選手が揃っているので、このあたりの選手がしっかりと、あのー、作って、あのー、ラストパスで仕上げにアダム・だかタガート選手、あのー、といった形が一つ、あのー、セレッソのこれからの狙いになっていくのかなというふうには思います。で やっぱりね、あのー、質の高いボール入れられてしまうと、もうなかなか対応難しくなってきてしまうので、グランパスとしてはあのー、中央のタガート選手に入る前に、あのサイドのところでしっかりといい守備をしたいなというところになってくるのかなという,ふうに思います。 で対するグランパススタメン予想なんですが、まあ、まず事前の情報として、まあ、前節から中3日での試合というところですねで、まあ、日程的に苦しいのは当然なんですけれども、まあ、フロンターレとの連戦、あのー、で、まあ、結果も結果だったというところでやっぱり心身ともに、あのー 心も体もあの、共に疲労度というのは間違いなくあるのかなというふうには思います。さらに、フィッカデンティ監督はま,あまだ不在というところですね。で、まあ、リモートなどでどのくらい指示出しているのかというところはあるんですけれども、やっぱりできることは限られているのかなと。で、まあ、純粋にね、この3日間、監督抜きで戦っている、準備しているという状況だと思うので、 いかにね、このセレッソ戦に向けていい対策、いい準備ができてきたかというところが、まずはね、注目のポイントなのかなというふうに思います。で、その上でメンバーなんですが、ゴールキーパー、ランゲラック選手、ディフェンダー、右から森下選手、木本選手、丸山選手、吉田選手、ボランチは稲垣選手、米本選手、2列目は右にマテウス選手、左に相馬選手、中央に柿谷選手、山崎選手と予想をしました。 で前節はね、4 3 3のような形で戦ったんですが、今節はね、4 4 2に戻すのではないのかなというふうに予想をします。まあ、これはね、相手のフォーメーションも4の4 4 2ということもありますし、やっぱりサイドにあの特徴のあるあの選手、いるので、相手の両サイド、しっかり封じるためにも、4の4 4 2という並びにするのかなと。 いいう,うに思いましたで右サイドバックですね、森下選手を予想してみました、これはあのー、かなり私の中では思い切った予想です。あのー、対面 が清武選手ということなのでまああのー、これまでのあのー、守備というところ信頼度というのをあのー、継続性を重視して宮原選手だったり成瀬選手が入るという可能性も十分あるとは思いますただやっぱりね前節途中交代ながらあのー、森下選手非常にいいプレー特徴をねよく出したプレーをしていてくれたのでやっぱりねああやった 勢いのある若い選手が出てくるというのはあのチーム全体を勢いづける意味もあると思うのでやっぱりそういったあの波及効果も期待して森下選手出てほしいなというところで予想をしましたであとは木本選手と柿谷選手フルス対決ですねあのフィッカデンティ監督割とこういった起用フルス対決みたいなところ、あのー、割とこうやって 起用しているような気がするのでまああの2人とも能力的に全く問題ないでしょうし十分あのスタメンの可能性あると思うのでここはスタメンを予想しましたでやっぱりかなりね選手の疲労度もあると思うのでなかなかメンバー読みづらいですねどうなるのかというところはありますけれどもまああのー、ある程度 継続性のあるメンバーを選ぶんじゃないのかなということで以上のような11名スターティングイレブン予想をしましたはいで試合の展望なんですがまあ、この試合グランパスにとってはかなり重要、まあ、ある種再出発ともいえる試合なのかなというふうに思いますで先日のねフロンターレとの2連戦グランパスとしてはかなり力を入れて いいいたたたあのー、準備をしていた試合だったと思いますで2つとも落としてしまったということであのー、かなりメンタル的には厳しい状況なんだと思いますただやっぱりここで踏ん張れるかどうかこの今連敗リーグ戦2つしている中でさらに連敗が増えていってしまうのかそうではなくてここでしっかりと連敗を止めるのかっていうところが リーグ戦のののタイトルの可能性ととといいうところに繋がっていくのかなとその可能性をねなんとか残していかなければいけない戦いになっていくと思うのでここでねしっかりと勝って今シーズンまだまだ戦えるんだ再び上を目指せるんだというようなね状況になるためにもね非常に大切な一戦なのかなというふうに思いますでまあただね中3日ということで前節のリカバリーもあったでしょうしなかなかこの試合に向けての 準備セレッソ大阪に対する対応っていうところで言うとなかなか多くの時間を割くことはできなかったのかなと思います。で、そんな中でやっぱりどうするべきかというとやっぱりね、これまで今シーズングランパスがね取り組んできたサッカーっていうのをあのもう一度ね、しっかりチームとして共有して丁寧に行っていくというまあ、基本的なことなんだと思います。 でまあ、まずは守備のところですよね、しっかりとコンパクト、まああの人と人との距離、あの距離感良ければそんなにやられることはないというところ、ただ、まあ実際に相手もあのー、いる中で、いかに距離感を保つのかっていうところが難しいところではあると思うんですけれども、まあいい時はそこができていて、だからこそ奪った時にいい攻撃が出るというところで、この、まあ、 からのがやっぱりね、あの、奪ってカウンターというのは一つの狙いなのかなというふうに思いますし、あとはまあカウンターですよね、あのグランパス前線にスピードも技術もしっかりある選手、揃っているので、まあ、あまり難しいプレー選択をする必要はないのかなと、やっぱり、あのー、どこかね、焦りもある中で、難しいプレーを選択すると、それだけね、成功する可能性も 低くなってしまうっていうところはあると思うので、まあ、こういう時だからこそ分かりやすい攻撃シンプルな攻撃でいいのかなとあのそれでもねあのスピードだったり技術で相手を上回ることはできるんじゃないのかなと思いますしあんまり相手の裏裏っていうところ、まあ、相手のことを考えてというよりは自分たち何が、あのー、特徴なのか自分たちの長所はどこなのかっていうところ自分たちに目を向けた攻撃っていうことでもいいのかなと。 いいう,うに思いますまあなんかちょっと難しいプレーしてパスが引っかかっちゃってっていうのでねちょっともどかしいあの思、ー、いっていうことをするところがちょっと最近増えてきてるのかなというところでもっともっとシンプルにね自分たちの特徴を生かした攻撃っていうのが出せればいいのかなというふうに思いますしまああとはサイド攻撃ですよねここはやっぱりどうあってもグランパスの武器なんだと思います。 でまあ両サイドにタレントいますしでさらに言うとやっぱり両サイドバックですねあのー、運動量豊富にあのー、献身的にサポートしてくれていますなので単独だけでの突破っていうのはねなかなか可能性高くない難しいですからうまくサイドバック とも連携をしてね、あのー、サイドを攻略してほしいなと、まあ、この辺はあのー、本当に基本的なところなんですけれども、まあ、そういった基本的なプレーを1つずつ丁寧にしていくるということがねこういった状況では大切なのかなというふうに思いますしあとは中崩したときはあのー、しっかりと、まあ、反対サイドの選手が、ね、入ってくるようなガンバ戦でしたかね相馬選手が崩したのに対してマテウス選手がニアに入ってきてでファーで山崎選手が フリーというかね。相手を外してゴールを決めたみたいなシーン。ああいうシーンをね。あのもっともっと作って。 いけると中に2枚3枚と入ってくるとやっぱり攻撃の迫力得点の可能性っていうのは上がってくると思うのでああいったシーンをねあのどんどん作っていってほしいなと逆にせっかく綺麗に再度突破したのに中がもう1枚とか2枚しかいないっていうシーンが多いような気がするので本当にもったいないかなとあのしっかり人数かけて攻めるべきところっていうのはあの人数かけて攻めてまあシュートで終わる点を取り切るっていうところをしてほしいなというふうに 思いますでまああとは立ち上がりですよねあのやっぱりホームゲームということもありますし立ち上がりしっかり前から行ってもゴール奪ってしまうんだというようなあの迫力を見せてほしいなというふうに思いますまあでなかなかねあのグランパスあのハイプレスへの相手のハイプレスへの対応だったりコーナーキックの守備だったりとまああのー、あとは人数かけて守られた。 守られたときにどうするのかとか、いろいろね、あのー、うまくいかないシーンというのはあるようには思えるんですけれども、まあ、で事実、いろいろ課題もあるんだとは思います。ただやっぱり、この3日間でいきなり全て完璧にっていうことにはならないと思うので、まあ、少しずつね改善しつつ、それでもやっぱりグランパスには武器があるんだと、自分たちの長所もしっかりとねあの見返して、チーム全体でそれを共有して、あのー、相手が対策しても、 なかなか難しいという形、グランパスも持ってると思うのでね、そういったところをしっかりとチームと共有して、あのー、攻撃なり守備なりをしてくれるところを見せてほしいなというふうに思います。はいでまあ、フロンターレ2連戦はもう正直かなり 答えましたね、あのー。1戦目がかなり衝撃的な試合でしたしまあ2戦目もっていうところで、あのー、やっぱりこういった状況から立ち上がるためには何よりも勝利が一番の薬なのかなとまあこれはチームにとってというようなことを言いながらも。 あのファンサポータータの私ととしてってっいうところですね本当にグランパスの勝利が純粋に見たいというところですね。まあ正直結果がね出ていることであの課題への対応がおろそかになっていた曖昧になっていたっていうところはあったような気もするんですけれどもとはいえね、あのー、そういった苦い思いっていうのは今回の連戦で痛いほど感じたというところで今は本当にチームとしても。 うーん応援してる方からしても勝利が欲しいというところですね。で、明日ね、勝ってまだまだ今年のグランパスは戦えるぞと、これからまた上目指すぞというようなね、ところを見せてほしいですしね、まあ、そういったあのー、上昇蹴流をね、またチームの内外からね、起こしていけるようなね、試合にしてほしいなと、なんとか久しぶりのね、勝ち点3を。 あの見たいなというところであの一生懸命応援したいなというふうに思います。グランパスの勝利を期待したいです。はい、そんなところで佐藤のラジオ第355回、今回はこの辺りで失礼したいと思いままます最後まででごご視聴いいいたたただきありがとうございまししそれでは失礼いたします。